L 級駆逐艦はイギリス海軍の駆逐艦の艦級、ラフォーレイをネームシップとしてラフォーレイ級と称されることもある。社会保障の財源確保のため海軍増強計画の見直しを進めるアスキス内閣のもと、イギリス海軍の駆逐艦は1908から9年度計画の B イーグル級、1909から10年度計画の A コーン級、 1910から11年度計画のアケロン級と艦型を小さくまとめてコスト低減を重視してきていた。しかし1910年1月の庶民院員総選挙の結果や仮想的であるドイツ帝国海軍の大型水雷艇の性能向上を受けて1911から2年度計画のアカスタ級では再度大型化、高性能化が施行された。 1912から3年度計画でもこの路線は踏襲されており、これによって建造されたのが本級である。なお、アケロン級以降、イギリスの民間造船所の高い技術力に期待して、海軍本部の設計による基本型とは別に、設計、建造にあたって、各造船所に大幅な自由裁量を許した特型が建造されており、このアプローチは、 本級でも踏襲された。本級では、アドミラルティ型12隻のほか3タイプ8隻が建造された。1913から4年度計画以降の建造は、M 級駆逐艦に移行しているが、第一次世界大戦の勃発を受けた、戦時緊急措置として、1914から5年度計画で、本級2隻が追加建造された。戦型は、 リバー級以来の選手炉型が踏襲されており、基本的な要目は赤スタ級と同様であるが、同級が高速性を重視して細長い船型にしたのに対して、本級では全長を若干短縮する代わりに幅と喫水が増している。また、選手炉の高さを増してフレアを大きく取ることで両派性の向上を図ったほか、現、揺ら装置として、 初めてフリーム式原用タンクが装備された。機関構成、出力は赤スタ級と同様で、ボイラーはヤーロー式の重油戦勝水管ボイラー4管主機はパーソンズ式直結蒸気タービンによる二軸推進を基本とする。ボイラーについては、ヤーロー特型では同型ボイラーの3管構成、ホワイト特型はホワイトホスター式水管ボイラーの3管構成が、 また、出機については、フェアフィールド車製の缶とヤーロー特型では、ブラウンカーティス式直結タービンが採用されている。また、パーソンズ特型では、初めて、オールギアードタービンが採用された。これは、高圧、低圧タービンの両方を、減速機を介して、推進軸に結合するものであり、従来の直結タービン缶と比して、重量、価格は同等でありながら、 推進機候率が約10%向上、燃費は全力時で9%、低速時には26%向上という良好な成績を収めた。官報として40口径 10.2cm 砲を3門、搭載している点では赤スタ級と同様だが、本級では汚染を鎖線式として発射速度を向上させた QF4 インチ砲、マーク4に更新された。 また、しのげなみ製工場のため、2番砲は1から2番煙突の間のプラットフォーム上に課して装備されている。本級では、飛行船対策を主眼として、対空兵器も搭載された。当初は30、303口径のマキシム機関銃が搭載されて、いたが、後に43口径 37mm 機銃、ついで39口径 40mm 機銃へと更新された。 また、水雷兵装も強化されており、従来の駆逐艦が53.3センチメートル、単装魚雷発射艦2機を備えていたのに対し、本級では、連装2機と倍増した。当初は、ウィリアム・シェイクスピアや、ウォルター・スコットの小説にちなんだ艦名が予定されて、いたが、建造途上の1913年9月30日、すべての駆逐艦に、 アルファベットの環級名を付与することになり、本級は L 級となったことから、全環が L で始まる感名に改名した。また、フロリゼルから改名したラフォーレイをネームシップとしてラフォーレイ級と称されることもある。ありがとうございます。